どうも、トモハッピーです。はい、水野夏子です。どうも、カードの橋本です。いつもご視聴ありがとうございます。今日やっていくのはトモハッピーシャドーバースエボルブ初体験。やったということで、本日の講師、水野夏子さん、はい、ポケカでね、YouTube でもかなり有名な方なんですけど、まあ、知ってる人もね、多いんじゃないかという方で、シャドーバースエボルブも、まあ、他カードゲームもビルディバイドとかね、はい、そうです、はい、大好きということで、今日シャドーバースエボルブを教えてもらって初体験していきます。そしてカードの橋本くんは、まああれですね、助手みたいな感じですね、はい、アシスタントです、はい、講師のアシスタントお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、いや、はい、シャドーバーエボルブやったことないんですよ、はい、全くやったことなくて、はい、シャドーバースはちょっとチュートリアルだけやったことあるっていう。あ、アプリの方ですか。アプリは。じゃあ今日は本当に初体験ということで。そうなんですよ、発売当初、はい、シャドーバースエボルブって人気すぎて あんまり買えなかった。その時なんか、はい、やりたい、やってみたいけど、まあ、買えないし、とりあえず後でいっかってなってから、はや何年ですか、発売しても。え、でも1年半ぐらいですね。あ、1年半、はい、あ、まだそんなもんなんですね。そうなんですよ。2、3年愛されてるイメージでしたじゃあ、うん、せっかくなんで今日はね、はい、一緒に楽しんでいきたいと思います。お願いします。お願いします。ってことでね、なんか今回卓上に資料が置いてあるんですけどいや、私結構なんかピーチングするのが初めてで、はい、いや、なんかとりあえずなんか自分資料作ってきました。おー、ありがたいなんか準備してきてくれたようで、はい、ちょっともう一旦もう先生お願いします、はい、パスありがとうございますって感じで、全部教え方も自由でお願いします、はい、あ、本当ですか、はい、まずは私、多分視聴者の皆さんは、うん、エボルブを知らない方もいると思うんですよ、はい、まあ、マジックの視聴者だったり、うん、チャンネルのファンの方だと思うので、はい、まずはエボルブの魅力をね、お、伝えたいと思うんですけれども。楽しみ。あ、いいですか、はいはい、お願いします。まずスイッチ入ってるはい、まず一つ目、まあ、私のあくまで思うエボルブなんですけども、はい、一つ目はゲームのテンポがかなりいいと思います。おお、テンポいい、はい、いいですね。まあ、一旦で使うカードの枚数が少ないので、うん、テンポが良くて、はい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 、初心者の方にも簡単で分かりやすいかなと思うんで、おー、ぜひこれから始めたいという方にもおすすめだと思います、はい、はい、でもまあゲームの終盤になってくると、はい、ダイナミックなプレーができるので、うん、まあ、そこで一気に決めれることができると思います。テンポよくだんだん加速していくんですね。あ、そうです、そうです。うんうんうん、2に、はい、実は禁止カードは0枚です。すごっ、それすごくないですか。え、すごいですよね、うん、で、だから安心性があると思うんですよ。はいはいはい、まあ、制限カードがちょっと最近追加されて2枚っていうか、殿堂入りっていうカードがあるんですけれども、はい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 、それはデッキに1枚しか入れれない。なるほど。カードは2枚あるんですが、うん、禁止カードは0枚。おー、まあ、なぜかっていうと、シャドーバースのアプリが出来上がってるじゃないですか、はい、だからそこで多分修正されて、うん、カードにも出てきてるから安心性があります。そっかそっか、先にデジタルの方でもうテストがたくさん行われてる状態でカードのバランス調整されてリリースだからいいですね。え、マジックって、はい、すいません、ちょっと分からなくて、はい、たくさん禁止カード出ますそうなんですか、はい、それもなんかそれはそれで盛り上がり要素みたいな要因もあるんだけど、はい、そのスタンダードっていう新しいカードだけで遊ぶ種目に禁止カードバンバン出てたタイミングでは結構その人気が下がる要因になったりとか、ユーザーがブーブー言ったりってなりがちですね、はい、最近はそんなにないかなっていう感じですけ ど、はい、で、3にイラストがかなりいいです。うん、俺綺麗なカード見たことあるんですよ、特化品ストレージで。あ、本当ですか。あとブロックオリパの表紙とかカードも。あーって言っても私あんまりキラキラさせない人なんで、うん、ノーマルカードなんですけど、はい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 、どうなんだろう、なんか私のちょっと好きな絵柄を。あ、これ有名なやつですよね。あ、そうです、そうです、ボックスのパッケージにもなってるイスラフィール、イスラフィールね。え、めちゃくちゃ良くないですか、はい、いいっすね。すいません、気になるカードとか。え、キラキラしてるっすよ。もっとすごいバージョンがあると思って。あ、あります。私全然いいバージョンがなくて。え、メジロマックイーンってこれウマ娘コラボ団のやつですか。あ、そうです。それの書き下ろしイラスト。そうです。いいっすね、綺麗。そうなんですよ、だからコラボカード、これ普通のノーマルなんですけど、これもコードギアスのコラボですね。これコードギアス。はい。本当はコードギアスっぽいイラストてか、そうなんでしょうけど。そうですね、はい。で、あとはホロライブさんとのコラボ、ラプラスダークネスさん、これがリーダーカードを私も使ってたんですけど、すいません、なんかノーマルしかなくてあれなんですけど、うんうんうん、あと普通にかっこいい系も、こういうのとかもあるんですね。はい。
なんでレアリティ高いのはさらにもっとかっこいいんで、うん、ぜひ皆さんカードに来て見てください。眺めてほしいとそうです、ちょっとカードン、ちょっとカードン、ストレージコーナーがものすごく安くて、はい、シャドーバースのカードがほぼほぼ20円で置いてあるんですよ。ありましたね、そういえば。デッキ1個っていくらぐらいで買えるんですか、そのガチデッキっていうか。ちなみに今日トモハッピーさんに、うん、はい、使用していただきたいものもちょっと今新参発売直後なんですが、うんうん、前の環境ではティア1のもの、おー、それがまあ大体スターター買ってあと1000円2000円入れればなんで、それで、はい、それで組めちゃう。ティア1が3000円から4000円で組めます。え、やばやばいですよね。カード屋儲かるんですか。レアリティが高いカード、うん、特別仕様のものがいっぱい出てるので、うん、おしゃれバージョンが人気あって結構使う人が多いし集める人多いから成り立ってるみたいな感じ。みんな高レアリティのカードのデッキに従うんですよね、せっかくなら。そうですね、お値段も意外と高いカードでもそんな他のカードタイトルと比べてお手頃、はい、割とお手頃なので全部のデッキキラキラにしても1万いくらとか。へえ、デッキ、それはちょっと知らない。デッキによってですけど、まあまあ、はい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 。で、あの種目っていうのは基本今1種類なんですか。そうですね、種目、うん、とあのポケカでいうスタンダードやエストラみたいな1種類。今までのカードが一部2種類の制限カードを除いて全部使えると。使えます。なるほど。で、あとはまあアニメもやってるんで、うん、ぜひ皆さんも見てください。おお真のファンの方ですね。めっちゃもうそのちゃんと布教しようとしてくれてる。いや、そうなんですよ、本当に布教したいなと思って、はい、今日はこの場をお借りしてちょっと広めに来ましたなんか根強いユーザーが多いって感じで、新規が爆発的に多いかっていうと爆発的っていうよりは落ち着きつつもなんか入ってくる人もいるっていうような状態ですか今って。ぶっちゃけていくとなんかメインがあってサブで使ってる人が多いイメージなんですけど、どうなんですかそれって。ああ、セカンドタイトル、サードタイトルとして遊んでる人が多いいるかなみたいな。まあ、確かに俺もそんなイメージありますね。やっぱそうですよね。マジックしながらシャドーバイボルブとか、うん、ワンピカードしながらシャドーバイボルブとか、うんうん、複数タイトル遊んでる方に人気なイメージだから、逆に言えば、はい、カードゲームが大好きな人に認められてる面白さっていうことでもあるんですよね。お、ね、すごい、確かに。2つ目3つ目でもいいからとりあえずみんな遊んでみてほしいですっていう要素もありますよね。あるかもしれないですね、うん、すごい。あと一番シャドバの魅力って、はい、例えば馬娘、女子が前の時か馬娘とかって環境に半年以上ぐらいずっといたんですよ、出てから。いましたね。で、馬娘ってじゃあ、うん、新しいカードとか入ってるのっていうと、うん、第2弾、3弾でしたね。3段のカードのレパートリーだけでしかデッキが組めないので、ずっとその3段のカードをあれこれ入れ替えて、うん、環境にずっと残り続けてた強いデッキだったんですよね。特定の段の限定構築みたいなのがずっといたんだ。そうです、だから長くデッキを使える。確かに、うん、長く使えるのっていいですよね。相当強みだなと思いますし、うん、あれ4段じゃなかったっけ。3段ってなんか白と赤と青のやつじゃなかったっけ。アニメのやつが3でした。あ、そうですね、レバテイン、レバテイン4です。なぜか俺の方が知ってる。4です。その、はい、なんか商品の展開はちょっとカードショップ行った時とかに、うん、あ、新しいの出てる、新しいの出てるみたいな感じで見てたんだよね。なぜ 4段か、はい、それがずっと生き残ってるんだ。今何段まで出てるの、ちなみに。今は第、あれ7段か。7が、じゃあ今からでも全部のカードプールとか環境を追いつけますね。いや、そんぐらい、はい、間違いなく追いつけますし、うん、なんなら今日は私はちょっと私も初心の心を思い出したくて、はい、あのお気に入りのカードや大好きなカードを入れてきました、うん、おー、はい、第1弾スターターからあるもので楽しみ、はい。じゃあ今日も1本目レクチャーゲームやらせてもらって、2本目普通のゲームに近い形でやらせていただこうと思うんですけど、はい、今日のデッキは何でしょう。はい、まずトモハッピーさんに使ってもらいたいのは、はい、アグロのデッキなんですけども、まあ私もアグロなんで、おもうお互い殴り合い殴り合いましょう殴り合いってやっぱりカードゲームで楽しいと思うんですけども、はい、うん、どうですか。楽しいです、うん、はい。で、こちらなんですけれども、はい、こちらですね、こちらドン、アイドルマスターシンデレラガールズのコラボカードが出たんですけれども、で、あのアイドルマスターシンデレラガールズだけで構築できるタイトルの構築のデッキということです。へえ、全部アイドルマスター絡み。
はい、そうです。で、その中でも、クール、キュート、はい、ファッションに分かれてるんですけれども、うん、こちらはクールのデッキでございます。なぜこれを持ってきたかというと、はい、私も使っているんですけれども、強くて簡単、シンプル、うん、なので、うん、初心者の方にもいいかなと思って持ってきました。ありがとうございます。配慮あるデッキ選択どうですね。そうです。で、値段も安いです、うん、さっきもちょっと話したんですけれども、だいたいスターターにプラス1000円から2000円で、それはすごい入れられるので、前回もティア1の環境デッキなんで今も使えるんですけどもね。なんかシャドバエボルブって偏見かもしれないけど、はい、ちょっとタイトルもアルファベットだし、なんかちょっと格式が高くてデッキ 2,3 万円はするのかなみたいな勝手なイメージだったんだけど、すごい3000円とかで組めるって聞いてすごいなって思って。だから多分視聴者の皆さんもちょっとお手に取ってほしいです、ね、欲しいですね。はい、うん、で、あとはキャラクターが可愛いということで、はい、可愛いの好き選びました、うん、可愛いの好きですか。はい、可愛いの好きです。ただアイマスは全く触れてこなかったんですけど、はい、可愛いのは好きです。好きですか。はい、はい、そしてスリーブがウマ娘っていう。そうですね、ちょっと私いいですね。はい、失礼しました、はい、で、まあ戦い方としては、うん、まあ低コスト順に並べつつ、うん、まあ序盤からテンポを取り、はい、相手のライフを削って、最後に大型の切り札が入っているので。見ていいですか。あ、いいですよ。その詐欺沢ふみかちゃんっていう子がいるんですけども、うん、で、そちらでライフを詰めるっていうデッキですね。強いんですね、これが。そうですね、本田美桜ちゃんと渋谷凛ちゃんのコンボが強いんで、もう最後にそれで決めに行くっていう形ですね、うん、そして、夏子さんが使うのは。はい、はい、私はですね、ロイヤルクラスのデッキを持ってきました。ロイヤルクラス、強そう、はい、見てください、これ。あ、これがリーダー。はい、これがリーダーカードなんですけども、おてんば魔女プリム、かわいい。え、めっちゃかわいいですよね。うん、え、私が初めてボックスでリーダーカードを当てたカードなんですよ、はい、思い出のカード。いや、そう、お思い出のカードだし、私初めてバトルしたのがロイヤルクラス、はい、まあこれでここに書いてるので、クラス分けが王冠の、はい、王冠のマークなんですけれども、はい、ちょっと私も初心の心を思い出したく、うん、まあお気に入りのカードだったり懐かしいカードも入れてきたので、アグロロイヤルで戦いたいと思います。お願いします。では、まあ、プレイマットの配置というか配置を覚えますか。こちらが、はい、まずメインデッキ、はい、40枚から50枚入ります、はい、で、こちらがエボルブデッキで、エボルブフォロワー、まあ、進化後のカードですね、はい、こちらが10枚進化カード、はい、進化カードです。で、こちらがリーダーカード、うん、リーダーは何も数字とか効果とかないんですね。対戦の前に相手が何のクラスを使うのかっていうのを示すためのカードですね。うんうん。じゃ始まったらあんまり関係ない。あ、もう関係ない。始まる前にワンピースでいうそのリーダーカード何々使いますよっていうノリでロイヤルを使いますよっていうことを示すためのカードですね。で、アイドルマスターシンデレラガールズのコラボカードではタイトル構築なんですけれども、デレマスデッキは、まあ、最初に5枚のトークンカードを EX エリアに置いてプレイできます。手前が EX エリア、はい、はい、EX エリアは、まあ、第2の手札、公開の手札って感じですね。これ魔法のカードっていうんですけれども、アイドルが効果を使うために消費されるカードなので、プレイング中にできたらいいと思うんで、ちょっとぜひ使ってもらいたいです、うん、はい、必殺技ゲージみたいな、リソースがここに置いてあるってことですね、うんうんうん、はい、うん、で、リーダーカードには、専用チップが内蔵されているので、はい、さっきあのシャドウサポも、はい、あのダウンロードしてもらったんですけれども、このゲームを遊ぶのにハッピーなアプリですね。あ、そうです、そうです。シャドウサポ、この画面、この画面がスタート地点かな。で、あの、はい、プレイポイントや体力も管理できるし、エモートボイスも聞こえます、はい、で、このカード読み取りを押してください、はい、これに IC チップが入ってると。はい、やばっ、え、すごくないですか。で、置くと、あ、入った入った、入った、入った、上村、島村、うつき、島村、うずきちゃん入った。これで、はい、あ、これ音を出してもらうと普通に、あ、始まりですね、はい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 、声も出るんですよ。これで、で、押してみてください。元気がはじけちゃう。すごっ、何これ。え、すごくないですか。やば、アナログとデジタルの融合や。で、なんかここの顔マークも押すと、はい、え、ちょっとこの脇のところ触るとくすぐったいよみたいなのありますか。ないです。ないですか。そういうのあったよね、昔ね、なんかのゲーム。ガール、うん、クリックすると脇とかクリックするとくすぐったいみたいな、ね、はい、まずは先行後攻を決めたいと思います、はい、これもダイスで転がせるんで、ダイスを転がして、はい、お願いします。ダイスの数が大きい方が先行か後攻、はい、
コロコロ。私5です。2です。なんで私は先行を取ります。はい。で、高校のプレイヤーはあの、うん、エボルブポイントというのを3つ持てるんで、はい、これを渡します。なんだってエボルブポイント。はい、先手後手のその有利さを、有利不利さを軽減するための、そうですね、ルールみたいな感じです。これはこんな感じでいいですか。まあそうですね、分かりやすく自分が分かればいい感じですね。はい、まあ進化とかに使う時のコストですね。では、まあ上からデッキ4枚引きましょう。はい、ライフ20、射程4枚。マリガンは先行の方から順に選べるので、はい、まず私から見ますね。でも悩む。こっちは大丈夫です。そうですね、知らんけど1、2、3、いやいや、もうそっち完璧、完璧なムーブ。はい、じゃあ私もこれでいこうかな。でも1、2、3ってある、そっちも。そうですね、1、2、3であるんで。はい、じゃあ私はもうこのままいきます。はい、もし引き直しするかは、もう全て引き直すか引き直さないかのどちらかになりますので、はい、まあ、引き直しは先行から後攻の順に引き直しするか決めてください。1回だけできると。はい、マリバンする場合は全て下に好きな順に置いて並べてください。はい、それでは掛け声。はい、私がバトルって言うんで、シャドーバーンスって言ってください。バトル、はい、シャドーバーン。わかりました。バディファイト、オープンザフラッグ。違う。それバディファイトになっちゃう。この間習ったんだろうな。あ、見ましたよ、動画。各タイトルあるんですね。ありますよね。じゃあお願いします。いきます、バトル、シャドーバーン。はい、ではエボルブはプレイポイントを使ってカードをプレイしていきます。はい、プレイポイントは1ターンに1ずつプレイポイントの最大値が増えます。で、最大10まで上がります。うん、最初のプレイポイントは0からで、ターンの最初にプレイポイントの最大値を1増やします。私のターンですよ。先行1ターン目の実はカードを引けないんで、私はそのままプレイしますね。はい、でもちょっと今使えるのがないんで、これでターンエンドです。このパスっていうのを押せば、これは使えないんですか。いや、これですね。これキャラじゃないんだ。ちょっとスペルって言って、まあポケカで言うとあのコストのかかるグッズなんですけれども、ちょっとこれは今使えないんで。わかりました。はい、じゃあ後手ターンの最初に。そうですね、まずターン開始、こっちが先。はい、ターン開始、プレイポイント1増やして、カードを引きます。はい、おー、7コスト。じゃあこのプレイポイントを1個使って、はい、北条カレン、はい、出します。で、エボルブなんですけれども、最初に出たばかりのフォロワーは攻撃ができないので、はい、これで終了ですね。終了なんですけど、こいつは自分のエンドウェイズが来た時に、はい、自分の場に他のクールフォロワーがいないなら、これに1ダメージ、これに1ダメージ入るけど、はい、2がガード力が縦マークが2あるから多分大丈夫ですね。はい、こちらが攻撃力で体力なんで大丈夫です。これは何ですか。3、菱形のマークとその3って書いてあるんですけど、この菱形のマークは何ですか。はい、菱形のマークは起動効果といって、起動能力は自分のメインフェーズに使えます。使用にはコストが必要な時があるので、起動させて、これは3コスト払って、さらにレッスン1っていうのはこちらですね。これはレッスンの消費カード。ここで使うんだ。で、コストも3ないので、ちょっと今は起動能力は使えず、エンドですね。で、終了です。で、1ダメージ食らうので、こういう風に体力が、はい、1になりましたという。はい、継続するんすか。体力ずっと継続します。はい、っていうことはすぐ死んじゃう、これ。次のターンにクールフォロワーを出さないと、死んじゃうんですけれども。そうか、そうか、そういうことか。1のコストにしてはめちゃくちゃ強いんですよ。パワーが3ありますね。3もあるのは強いです。素晴らしい。じゃあ私のターンですね。はい、私のターンですよ。で、1枚引きました。はい、じゃあ私は2コスト払って、はい、本田美桜ちゃんをプレイします。はい、で、失踪というのを持っているので、すぐ殴れるんですね。わかるんですか。言葉的に。そう、すぐリーダーに攻撃できますので、はい、私は、リーダーに2点与えたいです。なので、こちらはマイナス2。これはブロッカーとかがついてないとブロックできないカードゲームですか。できません。できないんだ。できません。じゃあ僕らしかない。はい、あとはさっき出てた、あ、そうです、こういうスペル、はい、インスタントみたいに使える場合があれば。そうですね、こういうスペルみたいなカードが、つまり相手のターンに PP は持ち越しますか。持ち越します。あ、わかりました。じゃあ行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあターン開始。私のターンです。1しかない、はい、あれ、私のターン。あ、いいですね。はい、行きましょう。はい、引きます。なるほど、2コストでこれとこれの天秤になると。
まあとりあえずこいつは殴ることしかできないなら殴ります。はい、じゃあ食らいます。あ、殴った後って何か使えますか。あ、殴る順番とか特に関係ないので。いや、これの後にメインフェーズありますか、攻撃の後に。あ、あります。あ、よかった。じゃあ3点。はい、3点食らいます。お得ですね、3点入るか。シャドバはバトルフェーズとかっていう概念がなくて、殴ったり何かスペルを使ったりとかっていう順番がどんな順番でも大丈夫なので。じゃあこいつ死んじゃいますからそうですね、やっぱり殴ります。1回で、はい、1回1,2,3 食らって、はい、でこれ出します。はい、松尾千鶴、はい、とてもじゃないけどアイドルっぽくない名前ですねこんなこと言ったら怒られちゃいますから怒られます。個人の感想ですで、そこに丸 F っていうのが書いてると思うんですけれども、はいはい、それはあのカードを新たに場に出したら発動する能力ですね。召喚時効果です。はい、なので、うん、こっちの体力が殴る前にこれを出してファンファーレ効果で、ファンファーレっていうんですね、出た時効果を。はい、出た時効果で4にしてから殴った方が、じゃあそうだったことにしてください。はい、でなんでこのなんだろう、 L 効果は何ですか。 L はラストワードって言ってカードを場から墓場に置いた時に発動する効果ですね。死んじゃった時効果。なるほど、はい、こういうプラスとかマイナスって全部維持されるゲームなんですね。維持されます。わ、はい、かりました。じゃあ 4-1 なんですねこいつは。はい、めちゃくちゃ強い1コスなので。これはなんかシャドバ的に言うと、シャドバのゲームが流行った時になんかこれだったら例えば 1-3-2 とか呼ばれてた気がするんですけど、はい、それと合ってますか。合ってます。じゃあ今 4-1 1-4-1 ってことを今。そうです。出してからはあまり言わない。出してからはあまり言わない。4-1ですね。出してからは言わなくて、まあこれだったら 2-2-3 の松尾千鶴強いよねみたいな。あ、そういう感じですね。会話になるんですね。会話になります。わかりました。会話は分かってますねマジックでもそれが使われだして突然どっから来たのそれって言ったらシャドバから来てました。マジックもコストとパワーとタフネス、それまではそんなこと誰も言ってなかったのに、シャドバがめっちゃ流行って、シャドバから逆輸入じゃないけど、なんかシャドバも当然そのカードゲームのセンスであるマジックも参考にしてるじゃないですか。あ、そうなんですよ。マジックプレイヤーとかも開発かかってるし、うん、でもシャドバから来た332とかそういうのが流行ったっすね。今はまあ落ち着いたかなって感じで、シャドバがもうスマホゲームでバーッとなった時にみんなその話し方してて、それまではその2コスト3-2とかそういう言ってたのに、2-3-2速攻のあいつとか言って、速攻っていうのはまあシャドーバーエボルブでいう疾風みたいな、まあまあマジックの話はいいでしょ。いやでもなんか聞いてて楽しいです、はい、私も。ありがとうございます。じゃあ終わりです。はい、あ、ターン終了です。ターン終了です。ありがとうございます。はい、じゃあ、始まるときにスタンドします。で、PP 回復します。私のターンですよ。で、1枚ドローします。じゃあ私は 3PP 払って北条の司令官をプレイします。はい、でファンファーで能力で自分のデッキからロイヤルフォロワーを1体探し手札に加えます。強っ。どれにしようかな。3-2っていう戦えるサイズながら私は新カードのこちらを加えます。リオード加えます。はい、でシャッフルします。新カードきた。でこれでいやー強いですね。じゃあ本田望で、当たりたいです。この時に光線が起きます。寝てるフォロワーには攻撃できるんですか。あ、できます。こちらがアクト状態というんですけども、アクト状態のフォロワーには攻撃できますので。演じていると。はい、はい、でスタンド状態の、フォロワーには攻撃できません。でこちら光線というものが起きまして、フォロワー同士が戦います。でお互いの数字で比べます。攻撃分を防御分に与えるってあってますか。あ、そうです。まあ体力から攻撃を引いて、まあ、体力が0以下になったら墓場へ。相打ちですね。で相打ちです。わかりました。はい、ここはもうマジックと完全に一緒だった。あ、そうなんですか。はい、で私はこれでターンエンドです。私のターンです。じゃあカード引きます。ターンの最初に、はい、おー、渋谷リン出してファンファーレは他のやつが出た時も発動しますか。はい、ファンファーレは発動しません。こちらが出たのでファンファーレ発動します。自分の場のクールフォロワーが3体以上ならだから関係ないですね。関係ありません。 こいつが失踪なだけででも攻撃します。はい、じゃあ食らいます。やばい。で終わりです。はい、私のターンですよ。今行きます。ちなみにこのプレイポイントは次のターンまでは引き継がないですよね。そうです、自分のターンが回ってくるまでですね。はい、はいはい、じゃあ3コスト払って私はフローラルフェンサーをプレイします。
で、ここに E って書いてるじゃないですか、はい、で、E1 でプレイポイントか、はい、あの高校プレイヤーだと EP を1支払えば進化できます、はい、これでいけたんだ。じゃあ、そこで殴るよりこれで出して進化したらよかったかもしれない、はい、失礼しました。そうです、そういうポイントです。なんで私は1コスト払って進化させます。やばいやばいやばい、進化して疾風に進化したらやばい。で、さらに進化時効果がありまして、はい、スティールナイトとナイトを1体ずつ出す。なんだってこれ、トークンカードって言うんですけれども、めっちゃ強い、めっちゃ強い、はい、急に場が増えました。やばいです。ちなみに進化したフォロワーは進化した時にすぐ攻撃できます。あのアクト状態のデールマスターズみたいなのと一緒です。一方殺じゃん、やば。なんで、やばいです。リーダーにはいけないけどアクト状態のフォロワーだけにはいけるんで、一応取らなきゃいけないから。渋谷凛は使いどこ違ったまず。そういうのも難しいですよね、うん、で、じゃあ渋谷凛に攻撃したいです。構成しますので私は、はい、あーでも引き継ぐんだ。残りが1、残りが1です、はい、で、攻撃が4で1で、はい、で、墓場に行きます。北条の司令官で松尾千鶴ちゃんに攻撃したいです、はい、で、相打ちになります、ね、はい、相打ち壊滅した。はい、OK です。で、ターンエンドです。ターンエンドです。ターン開始です。私のターンです。じゃあ、とりあえず島村うずき出して、はい、プレイポイント3支払ってファンファーレで EP1 でライフ上げます。19になりました。で、進化させると強いです。進化はコストでさせます。これシャッフルとかしないでもこのままですね。中身見ていいんで、自分の、はい、うずき、島村うずき、あ、いいんですね、はい、好きなの。じゃあこれは別にシャッフルとかもしないし、あ、関係なしです。島村うずきからは島村うずきにしか進化できないと。そうです、同じ名前で成長しました。はい、やっぱりこの成長させるっていうのはアイドルマスターの醍醐味ですからね。確かにそうですね。やったこと一回もないけどらしい。そうですね、そうらしいみたいな。進化時自分のデッキからカード名に渋谷凛か本田望結を含むフォロワー1枚を探して EX エリアに置く。そのターンそれをプレイする際コストをマイナス2する。バトルバーっていうのと準備エリアっていうのがあって、そこの準備エリアに置くことができるので、ライフさえ払っちゃえば、 PP さえ払っちゃえば出せる。こっちはトークンじゃなくてフォロワーを増やすと、はい、じゃあ一旦とりあえずやってみますね。本田美桜ちゃんか渋谷に、本田美桜ちゃんを EX エリアン出してコストマイナス2で出します。はい、強い。じゃあ攻撃、はい、リーダーに、こっちでもいいね。4パワーですもんね。これにで、あ、でもここでも当たれますし、進化したてなので、でもこれに当たると相打ちですよね。そうです、だからこっちで倒します。はい、じゃあ倒れます。はい、これはしょうがない、小回りが効くいいカードなので攻撃。あれ、今進化したてでしたっけ。はい、進化したてはあのアクト状態のフォロワーにしかアタックできないんです。なんだって。そうなんです。じゃあ終了です。ターン終了です。そうか、はい、私のターンですよ。フォロワーにしか殴れないんだ、進化後。そうなんですよ。私は 2PP 払ってリオードを出します。はい、で、1コスト払って、はい、影光をプレイします。コストがあれば何行動でもできるんですね、そのコスト内で。そうですね。キャラもフォロワーも何体でも出せる。フォロワーは5体までしか出せない。あ、5体まで。 1PP 払って私はスペルを使用します。はい、チップウドと相手のフォロワーを1体選ぶ。はい、で、自分のフォロワーの数と同じダメージなんで、フォロワーは1、2、3、4なんで4ダメージ与えます。めちゃめちゃ強い。というかこの同じカードマジックにもある、1コストでクリーチャーの数だけダメージ与えるっていう。はい、あるんですか。あります。なんかすごく感じるものがありますね。でもそのルールがやっぱ類似してるところがあるから、はい、デザイン上やっぱ同じようなカードが活躍したりとか、作られたりとかするから結構、そうだね、その兄弟じゃないけど兄弟感ありますね。ちなみに、いいですね、シャドバー作ってるサイゲームスさんは、はい、その偉い人がマジック大好きで、はい、マジックのプロ選手を何人もスポンサーしてたりとかっていう歴史もあったんで、はい、そのマジック好きな人が上層部にいる会社が作ったらマジックと似る部分もあるのもなんか納得っていうか、ね、デザイナーもね、デザイナーもマジックプレイヤーが入ってるしみたいな。そっか、はい、デザイナーなのかテスターなのか分かんないけど、開発部にもマジック好きな人がいっぱいいるんで面白いですね。こうやってやってみると本当に似てるとこあるなみたいな。なんか嬉しいです、はい、でも全然違うところもあるし、うんうん、はい、じゃあ私は攻撃します。リーダーに2点で、リーダーに1点。うん、結構フルボッコ感がある。そうですね、でも今出たばっかなんで、はい、こちらは、ね、で、これでターンエンドです。なんかこの進化カードとキャラ分、フォロワー分ダメージだったやつが名コンボすぎますね、なんかね。そうですね。じゃあターン開始で、私のターンです。あ、来た、めちゃくちゃいいカード、渋谷凛。これイラストめっちゃいい。
いいですよね。神々しい。あと名前もね、なんかちゃんとアイドルっぽい、この渋谷凛に関して言えば。そうですね。次の6ターン目でこのコンボが強いんですよ。本田美桜を出してからの渋谷凛を出すっていうのがすごい強い、うん、そうすると攻撃時渋谷凛を組むフォロワーがいるならプラス1で、本田美桜がいるなら、リーダーに5点も与えられちゃうんですよね。じゃあ次だぞ。じゃあ、ちょっと進化カードって見ていいんですか。あ、いいですよ。じゃあ、早見かなでの進化カードチェックしよう。あ、かわいい。強い強い強いですよね、気づいてしまった強い。じゃあ、早見かなでを出します。はい、3残り2ですね。で、1コストで進化します。はい、早見かなでの進化後、4-4かつ進化後の能力があります。レッスン2で相手の場のフォロワー一体を選んで4ダメージ。強い。じゃあこれに4ダメージ。はい、じゃあやられます。で、スティールナイトに攻撃します。はい、じゃあやられます。で、そちらは2点くらいます。2点くらって、じゃあ、残った1コストで高藤加子、はい、出します。はい、終わりです。あ、これかかります。ターン終了です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、私のターンです。スタンドさせます。私のターンですよ。1枚いきます。あ、これの能力忘れてました。これファンファーレ能力で、うん、プラス XX するってあるんですけど、はい、X は自分のエボルブデッキの表向きのエボルブフォロワーの枚数である。なんで、さっきフローラルフェンサー進化後エボルブフォロワーやられたので。え、これやられたのってこっちに置くんですか。一応なんか進化フォロワーはここのエボルブゾーンに、グレーブヤードじゃなくてここに置くのがいいですね。なんか、はい、分かりやすく、はい、失礼しました。はい、じゃここに置きます。だったんで、やられたエボルブフォロワー、はい、一応効果でなんかバフしてますね。すいません、こうでした。ここにいる分だけ枚数だけプラスされると、はい、プラスされてます。1コストなのに偉い。で、さらに突進っていうのがあって、突進は場に出たターンからアクト状態のフォロワーも殴れます。はい、すいません。で、私のターンが来ました。はい、コストも使えるともうだいぶ暴れん坊将軍だな。そうですね、だいぶ暴れん坊将軍ですね。じゃあ、2コストでフィーナ出します。ファンファーレ、はい、下記から1つチョイスする。自分のデッキの上から5枚見る。その中から元コスト1のフォロワーを1枚公開して手札に加えてよい、はい、か元コストの1の相手のフォロワー1体を選ぶ。それを破壊する。元コスト1やられた破壊します。はい、結構困ったな。でもまあライフ、でも11は射程圏内な気もするな。こっち本体ダメージって書いてあるのが結構入ってる。ここも強いし、そのターンのこのフィニッシャーもいますからね。次の2ターンの動きが強い。強いですね、かなり。そっちは逆に軽い、ハンドは軽め。まずはじゃあ、影光でこの早見かなでちゃんを攻撃します。剣みたいな名前だな影光、はい、じゃあ相打ちで。はい、相打ちです。うん、4コスト払ってなぎちゃんをプレイします。で、元コスト1のカード2枚を消滅させます。はい、はい、で、下記から2つまでチョイスできるのでリーダーに2点与えたいです。で、それで1枚引いて自分の手札を1枚捨てます。おーっと、1枚捨てようかしら。1枚捨てます。で、これでリーダーに3点。やばいな、これリーダーに1点。盤面負けてるってやつだ。で、はい、これでターンエンドです。ターンエンドです。でも、そいつ強いの見えてるからな。ターン開始を下から引きます。はい、うん、確かに手札の枚数も少ないし、そこまで迷わない。プレイ自体はなんか2択ぐらいの場合が多いですね。なんでポン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 引けるゲームですね。まあ、今だとこれ出してこれ出すとリーダーに5点いって、失踪で7点は確実に私食らいます。行きましょう。 2PP 本田美桜、はい、で、渋谷凛、はい、2人は仲良しいや、めっちゃ仲良しですよ。あ、合ってる。そういうデザインですよね、きっとねで、なんとファンファーレ効果。ファンファーレ効果で自分の場にカード名本田美桜いたら相手のリーダー全てに5ダメージ。強い。何この全てにって、もしかして多人数戦も存在するんですか。いや、してないです。しないです現状してないですね。全て多人数戦を示唆している。将来もしかして将来、うん、だって全てじゃなくて対戦相手2でもいいもんですよね、うん、じゃああるかもしれない。渋谷凛の価値が上がるかもしれない。で、次のターン3点受けたくないんですよね。そうですね、でも、あ、こっちにも行けますね。失踪なのでアクト状態にもすぐ行けます。まあ、さすがに崩れ切れる確信もないし、まあ、パワー2でパワー3落とせるなら、はい、あやちましょう。アタック、はい、あやちです。失踪、いいですね。強いです。で、守護がついてるからブロック化できるんですね。その通りなんです。
エンドフェーズ来た時に主語の説明をさせて。そうですね、ちょっと待ってください。主語はちょっと特別なカードなので、はい、カンペを見ます、資料を見ます。はい、はい、主語を持ったアクト状態のフォロワーがいる時は、うん、相手は主語を持ったフォロワー以外は攻撃できません。で、主語を持つフォロワーは場に出た時か自分のターン終了時にアクトにできます。これをターン終了するっていう風に宣言すると、うん、主語っていう効果が発動されて、うん、相手は直接相手にダイレクトアタックとかができずに、これを倒してからでないと他のモンスターに攻撃したりだとか、ダイレクトアタックだとかができない。でも起こしといたら次のターン攻撃に使えるから、今はライフ押してるんで、あ、でも自分のターンに戻ってきたらスタンドできますし、でもやられちゃう可能性はあります、うん、このままだったら殴られないから。あ、そうですそうですそうです。10だから6だから。おで、島村うずきの進化がですね、本田望結を持ってこれるんですよね。はい、失踪のなので、これは次のターン普通に6点削れるかもしれないんで、主語使わないでエンドです。おお、わかりました。わからんけど10点でやられるかもしれないけど。スタンドします。私のターンですよ。じゃあもうこれはちょっとね、私も渋谷凛をプレイします。で、ちょっと並べるだけ並べてみようかしら。出します。はい。でもこっちはロイヤルクラスなのでレッスンは使えないです。はい、マンハール効果はリーダーに4点。はい。リーダーに1点。はい。で、渋谷凛を守護モードにしてターンエンドです。すごいいい勝負。でもすごい強いカードいますか。こっちの渋谷にもターン始まる。私のターンです。きます。これ使うのはマストです。いいですかこれ見て、うん、自分の他にデルマスフォロワーが出た時、相手の場のフォロワーを、いやもうこれ勝ちですよ。勝ってる。これまずこれプレイしてみましょう。はい、プレイしてみます。7コスト払って自分のデッキから元コスト3のフォロワーと元コスト、1のフォロワーを出すので、まずはこの中を見てください。東条カレンは3-2でエンドに食らってたって、このコンボでいけます。こっちのファンファーレ能力が強くて、うん、これですね。じゃあ完璧。1コストの東条カレンと、はい、3コストの渋谷凛を出して、はい、渋谷凛がクールフォロワー3体以上の攻撃力3以下の自分の場の他のフォロワーに失踪を与える失踪付きで、こいつ失踪。はい。で、さらにこの自分の場にデルマスフォロワーが出た時、相手の場のフォロワーに 2ダメージ。じゃあこれで、2点で2点になります。はい、でこれで、プレイヤーに6点攻撃か。はい、ありがとうございました。はい、ということでレクチャーありがとうございました。こちらこそありがとうございました。2本目割と理解できたんで、おかげさまで普通にゲームっていうことでやっていきましょう。はい、お願いします。シャッフルかな。いや、なんか教えるの初めてですけど難しいですね。皆さんよくやってますね、教える人たち。確かに各タイトルにね、いますからね、教えてくれる公式の人たちや一般の人たちが。いや、これでもいいな、ゲームが、はい、ぐたらなそうなのがいい、なんか、まあ、今回は多分そうですね。でもやっぱ私も結構使うんですけど、コントロールとか長期戦になってしまうので、うん、このターン数でいうと10ターン超えることもあるんですか。結構今回は超えるか分かんないですけど、はい、超えることもあります。組み合わせによってはあります。うーん、プレイポイントって10まで増えたら、あとはもうずっと10ですかね。10です。ワンピカードのドンカードと一緒だ、ずっと10がマックスみたいな。お願いします。じゃあまたサイコロでいきますか。はい、サイコロ2。じゃあ私もう一回先行なんで、はい、後攻なんで、ボルブポイント EP、 はい、3セット知らんけど。はい、お願いします。1、2、3、4枚。はい、じゃあ私先に見ます。はい、私はこれでいきます。これは怪しいな、引き直します。はい、全部を好きな順に下に、はい、で4枚4枚です。渋い顔してる。やばい、これやばい。はい、どうぞ。やばいですか、はい、じゃあバトルシャドーバース、シャドーバース。では、はい、私のターンですよ。先行1ターン目だけ引けませんので、1払って、ペルセウスをプレイして、これでターンエンドです。ターンエンドです。ファンファーレはできません。私のターンです。引きます、引きます。終了。終了ですか。はい、あら、1コストがありません。私のターンですよ。じゃあ1枚引きます。おっと、私は2でララミアをプレイします。
はい、でリーダーに2点当たりたいです。はい、でこれでターンエンドです。ターンエンドです。私のターンです。おはようございます。引きます。佐城ゆきみ、はい、進化します。でこれに進化して自分の進化時自分の場の他のクールフォロワーを1体選ぶ、なんでこいつしかいないんでただの3-3です。はい、じゃあこいつに攻撃します。はい、じゃあやられます。で、こっちは残り1ですね。終わりです。はい、ありがとうございます。私のターンですよ。守った守った守った1枚します。はい、じゃあ3まで来たので、じゃあ私は 3PP 払って工場の司令官を出します、はい、で、ファンファーレで自分のデッキからロイヤルフォロワーを1体選び手札に加えます。どうしようかな、はい、久川凪ちゃんを加えます、はい、で、カットします。突進、突進は出た時にアクト状態のフォロワーを殴れます。なるほど。でもさっき1個前に出てたんでリーダーに3点当たりたいです、はい、で、これでターンエンドです。私のターンです。はい、これに攻撃。はい、じゃあやられます。お互い相打ちで。はい、じゃあ島村うずき、はい、出します。で、進化します。はい、で、デッキからカード面に渋谷凛か本田美桜を含むフォロワー1枚を探します。それで、はい、で、EX エリアに置く。このターンそれをプレイする際コストマイナスにする。はい、出します。はい、で、攻撃。はい、リーダーですか。リーダー、あ、リーダーしかできないです、はい、失礼しました。終わりです。はい、じゃあ私のターンですよ。ターン終了です。次、4コストになって渋谷凛が出てくると怖いので、その本田美桜を取りたいですよね。うん、確かに本田美桜取りたいな。3コストでフローラルフェンサー出します。あ、懐かしいカードです。本田美桜が殴らないもあったのか。あ、そう、そうなんですよ、ね、縦置きしといて殴られないようにできる、ね、でも大丈夫です。はい、で、1コスト払って進化します。はい、おー、懐かしい、私のお気に入りのカードですね。本田美桜はおとりなんで。おとりなんですか。はい、で、進化時にこの2体が出てきます。はい、おとりで、意味深意味深すぎる。で、出たばかりなんで、はい、フローラルフェンサーで本田美桜に殴りたいです。はい、ありがとうございます。これで前から出てたんでリーダーに3点与えたいです。で、これでターンエンドです。はい、ターン私のターンです。うずきで攻撃。はい、やられます。で、返しに3点なので残り1ですね。早見かなで1コストで進化します。はい、で、4点のダメージをこれに、はい、進化時レッスン2マイナス2、はい、相手の場のフォロワーに4ダメージ。はい、やられます。で、終わりです。ターン終了です。私のターンですよ。なんでこいつらアイドルなのにこんな戦えるんだ。すげえな。確かに。 PP 払って新カードリオード出します、はい、で、進化させます。 2PP 払って進化しました、はい、進化時相手のリーダーか相手のフォロワーにこう2ダメージ与えれるので、こっちに、こっちに2ダメージ、はい、はい、これで影光を出してエボルブフォロワーが表向きなんでバフします、はい、どっちも 2ということで、はい、で、これで年を持つので、じゃあリーダーに1点与えます。これじゃなくていいんですか。この効果があるんですよ。エンドフェーズが来た時相手の場のフォロワー1体を選ぶ、それに1ダメージ。やばやばいですよね。はい、でナイトで2点与えたいです、はい、ティーズナイトか。エンド時来た時に1点与えたいです。わ、で、これでターンエンドです。はい、私のターンです。困ったな、これめっちゃセット。松尾千鶴出して、はい、で、渋谷凛出して、はい、あ、松尾千鶴のファンファーレ効果は、他のやつプラス1なんで、はい、まあ、一応あんま関係ないけど場的にこれプラス1します、はい、あ、関係あるか、関係ありますね。で、これ出して資質をこれにつけます。強い強い。リーダーに7点もいけるし、でも盤面も取っとかないとですよね。リーダー10点いける。これも資質だから。あ、そうか、資質を10点いけますね。でも10点いけるけど、10点いったら返しでおおむね負けちゃうんじゃないかな。4、7ちょっとプラスされた。でも次ターン、6ターン目来ますからね。本体にプラスってあんまないのかな。攻めればなんか全部殴られる気もするけど、いやでもちょうど負けないぐらいで倒されて本体されて詰まっちゃう気がするんで、じゃあこれだけ本体殴って、はい、5点食らいます。もう一気に13点まで、これで1-1に、
はい、11の方ですか、はい、はい、残った方が得ですもんね。まあそうですね。でこれで222、はい、やられました。終わりです。はい、ターン終了です。おお、私のターンですよ。いきます。6コスト、もう佳境、佳境、佳境ですね。早っ。で1で疾風怒とスペルです、はい、相手のフォロワー1体選ぶ、自分の場のフォロワーと同じダメージ、はい、強っ、テンポで読んで凪をプレイします、はい、で、ファンファーレで、うんうん、消滅させます。で火器から2個チョイスできるので1体を、どうしようかな、こっちを破壊してください。はい、でもう1個の効果は、相手のリーダー全てに2ダメージ。やば、やはり多人数戦を示唆してるで、影光で松尾千鶴を攻撃します、はい、で相打ちで、ラストワードはあるけど働きません。他にフォロワーがいません、はい、でどうしようかな、これでアタックするか、これこれがスタンドである限りこれは威圧とオーラを持つんですよ、うんうんうん、威圧っていうのは攻撃されなくて、はい、オーラは能力でもう選ばれませんので、うんうん、ちょっと強いですとリーダーに2点いきたいです。はい、はい、でこれでターンエンドです。私のターンです。本田美桜、はい、渋谷凛、あ、2PP 払ってで、払って払った、はい、はい、本田美桜、渋谷凛で、本田美桜から5点か、5点、1、2、3、4、5、おお。で、渋谷凛いたらプラス1、はい、そうです、3点、3点殴ります。はい、顔ですか。はい、顔で、はい、で、守護してお祈り、お祈り、なんかこれもう佳境ですね。お祈りです。はい、なんかどけたりプラスされたら負け。私のターンですよ。しまいきます。まずはいけますね、私。おー、まずはいけますね。まずは、はい、ここで相打ち取りたいです。はい、で、失踪の本田美桜を出して、あ、戦闘ってカード使って、はい、戦闘してカード使ってまた戦闘はできるんですね。あ、できます、はい、なるほど、OK です。すいません。いやでも一緒かな、別に最初の出す。あ、本当ですか、うん、で、ララミアンを出します。これも失踪、あ、突進なんでアクト状態の子にできるんですけども、うんうんうん、進化したいですね。E コストは自分の他のフォロワーの数と同じだけマイナスするので、やば、はい、1で進化できます、うん、で進化すると失踪になるので、おでこれで、はいはいはい、リーダーに2点いきたいです、はい、で失踪なんでリーダーに4点いきたいです。あ、負けました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日の結果は、馴染みやすいのに新鮮で楽しい、やったー、嬉しい。やっぱこれマジックプレイヤーだからっていうのも、はい、あるのかもしれないけど、なんか共通点が結構ある割には、うんうんうん、その進化があったりとか、はい、パワーとタフネス、まあなんていうのかわからない、攻撃力、防御力、攻撃力、体力ですね。攻撃力、体力がなんか修正があるときにそれがターンを持ち越すっていうのがなんか新鮮だったりとか、はいはいはい、後手の不利を緩和するそのエボルブポイントっていうのがあったりとか、はい、なんか新鮮だったっすね。おー、本当ですか。馴染み深いルール性もありながら新鮮な面もあって、うんうん、でなんかアグロ同士だからっていうのもあると思うんですけど、はい、結構エキサイティングでワンミスが命取りになる感じがしましたね。あ、でもそうかもしれないです、うん、面白いなと思いましたなんか普通に大会とか出てみたいなってちょっと思ったっすね。なんかトリオバトルとかもやってるんで、出ましょうよ、もう一人。あ、このメンバーでいけますね足引っ張っちゃいそうだ、めちゃめちゃ。カード何にも知らないんで、あ、そこはちょっとやってもらって。大会ちなみに、あれですか、一本勝負ですか。どうなんだろう今。全員一本勝負で、はい、チームで、2勝した方が勝ち。なんか進化って、はい、エボルブってみんな使うんですか。この進化なしのデッキとかもある。いや、みんな入れてると思います。みんなあるんですね入れてない人いるのかな。基本入れてますね、うん、なんかその進化システムなしでベースのカードだけが強いようなデッキみたいな、はい、なんかベースカードで戦うみたいなのはまだ段的にはそういうのは出てないですね。ないですね、うん、昔はありましたね。逆にアグロナイトメアって言ってとにかく出して殴ってっていう。あー、そっか、その時エボルブフォロー入れてない。入れずに、もう進化せずにとにかくポコポコ殴っていくっていうデッキは昔ありました。やっぱり
ちょっとやるともっとやりたいもっとやりたいってなるですね。あーよかったです。面白かった。いやーそうですね、今日ももう1戦もう2戦もう3戦、ね、全然もう夜通しできちゃいます。さすが大会出てるですもんね普段からね。あ出てます出てます。そうなんかこれがしかも、はい、アイドルマスターとか、はい、好きな人からしたらもっとよっぽど楽しいんだろうなさらにと思って。いやーそうですよ、ね、イラストも可愛いし、はい、しかもやっぱり、カードアイドルマスターシンデレラガールズは好きだけどアニメの方が、うんうん、多分カード触ったことないよって方も本当にやりやすい初心者デッキにもなるから、うん、結構遊びやすい感じしたっすね最初からね。あとなんか専用のアプリがあってこのリーダーカードにチップが入っててみたいなのがすげえ新鮮で、はい、カードと同じ画像出たみたいな、こんなんあるんだ。やってみないと分かんないですよこれ。多分シャドーバイボルブやってる人からしたら当たり前 で、 そうです、ね、やってない人からしたら全く認知されてないようなことが、そう紹介できたっていうか体験できて自分も知れてよかったなみたいな、はい、ちょっとなんかこういうのあるんだよこのカードゲームみたいなちょっとドヤレールですもんねなんかね。確かに、うん、あのシャドーバーのあれあったらいいなとかって他のゲームで言ってみたりね。確かに、うん、なんかいろんなやっぱカードゲームね何やってもそのある程度面白いっていうのはもともとカードゲーム好きである中で、うん、なんかこのシャドーバーエボルブに関してはいろいろ新鮮でしたね本当ね。よかった、うん、またやってみたいと思います。皆さんもね、はい、ぜひシャドーバイボルブも遊んでみてください。はい、ということで今日は夏子先生と、助手の橋本くん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後もね僕たまっぴー100種類のタイトルで遊んだ男を目指していろんなカードゲーム体験していきますんでぜひぜひ皆様も一緒に楽しんでいただければと思います。コメントやチャンネル登録動画の評価お願いします。そして、はい、今日教えてくれた水野夏子さんの X もぜひフォローチェックお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。